小祝桜のスタッフが公式インスタグラムを更新バーベキューで小祝が大きな貝を楽しそうに焼く姿を投稿した「先日のバーベキューとお誕生日とアットリオアンダーバー TKD400 に竹田れを優勝おめでとうの貝みんなに貝を焼いてくれる小祝さん」と記された投稿で公開されたのは小祝が大きな網の前に座り手袋をした手で大きな貝を焼く姿だ。 のの上にはいくつもの2枚貝が見える火が通るとパカッとと口を開けるのが楽しみなバーベキューでは人気の品だがそれにしても大きな貝だ貝を焼く小祝いの姿を見たファンは「さくらちゃんが焼くとめっちゃおいしそうに見えるよ満面の笑みにとても癒されます」「貝でかさすがどさんこ頼もしいわ W」などたくさんのコメントそして「俺も食べたいよ」と熱望する人も多かった 公開した写真の最後は、4月26日に26歳となった小祝、4月2日に21歳となった武田の誕生日を祝福し、たくさんのスタンプで楽しくデコレートした1枚。このお祝いは、KKT 杯バンテリンレディスで念願のツアー初優勝を飾ると、翌週の富士山系レディスで2週連続優勝という快挙を達成した武田の祝勝会も兼ねていた。小祝いも3月末には、 ヤマハレディースオープン・カツラギで通算10勝目を挙げているが、この試合では最終日を首位で迎えた武田を5打差でスタートした小祝が逆転。武田の初優勝を阻止した大会でもあった。とにかく今シーズンの2人は好調を持続している。2人とも9試合に参戦しているが、小祝は優勝1回、トップ10が4回、武田は優勝2回、トップ10が5回。 メルセデスランキングでは武田が首位、小祝は3位につけている。常に上位で優勝を競ってきた2人だが、シーズンオフには一緒に大合宿、トーナメントの合間には野球を楽しんだり、プロ野球の観戦に行ったりするなど大の仲良しだ。快進撃を続ける2人は、今週、今季最初の公式戦、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップに参戦予定。小祝は初のメジャー大会制覇を、 武田は今季早くも3勝目を目を指す。そしてファンは2人による激しい優勝争いが展開されることを期待している。